深尾省、深尾省、深尾章。1880年11月12日から1963年11月8日は、静岡県静岡市城内生まれの明治時代の社会主義者、教育者。日本の社会主義運動の草分けの一人。日本のボーイスカウト運動の早々期を担った一人でもある。1880年11月12日。 寸布城内の旗本屋敷に生まれる。父は、元静岡藩士で、長税理、教員の深尾信次郎。1891年に、小島村神城小学校、現静岡市立清水を豪小学校を卒業した後、父は彼に、市販学校進学を進めたが、勤務義務を嫌い進学しなかった。少年時代から、文芸雑誌によく投稿していた。静岡職員。 沼津区裁判所職員を経て、1897年より、袖市尋常小学校、現静岡市立清水袖市小学校の代用教員となる。その後1898年に準教員免状を交付され、以降静岡と北海道で7つの学校に、準軍堂として奉職した。1901年発足の理想団静岡支部に参加している。教員時代から、 週刊平民新聞に寄稿していた。北海道で小学校教員の労働組合の結成を目指していたが、1904年日露戦争の開戦により、7月に両親の要請を受けて静岡に帰稿した。その帰稿の途中、東京の平民社で坂井敏彦と面談。1905年、同じく静岡出身の渡辺正太郎、元首元と3人で、 社会主義の伝道のための伝道行商を計画した。同年4月に東京を出発し、北海道をくまなく回る計画であったが、渡辺が退いたため、深尾と原氏の2名となり、荒畑関村の助言で目的地を甲府地方に変更した。4月10日に平民車を出発するも、4月13日には府中警察署に検索され、行商道具一式を領置されたため14日に、 平民社に帰ってきた。同年5月からは、北海道自家狩村の平民農場の開墾事業を始める。農場経営は困難を極め、同年8月には、経営を原始に任せ起京し、二度と帰ることはなかった。11月には、解散した平民社の出版部を引き継ぐ形で設立された油分社に入社し、家庭雑誌の編集に携わる。 1906年2月、坂井敏彦と共に主幹となり日本社会党を組織し、西川幸次郎らの日本平民党を合併。日本社会党の評議員となり、光、新起源を統一した日韓平民新聞の編集に当たるが、翌1907年2月には社会党を禁止、平民新聞は廃刊の浮き目にあっている。1906年3月15日、 電車賃値,値上げ反対市民大会で、大杉久志らと共に逮捕、電車事件。発射後は、堺邸に遭老し、堺、堀安子、堺の前妻の妹、荒畑の4人で同居していた。深尾は、堀安子と婚約し8月には2人は、静岡へ、婚前旅行に出かけたが、同月中に、大杉久志が堀を手ごめ同然に屈服させ結婚した。 深尾は、平民新聞発行名義人であったため、社会党第2回大会に関する記事及び、大杉の青年に訴えうの記事に関して起訴された。しかし4月の発禁まで、精力的に執筆を続けた。社会問題時点編集に携わり、世界婦人、社会新聞市場において、女性解放について論人を張った。1907年8月のケアハーディ来日の際には、 ケアハーディが宿泊する、堺邸で、山川や荒畑らと、富の鎖を歌い歓迎した。このケアハーディ歓迎会の後から、深尾は高熱を出し病床に付した。はじめマラリアと診断されるが、後に肺病と判明し、帰郷して療養する。1908年3月には病床にありながら、助教師を送還。助教師は、経営難により、半年で廃官されるが、 後に、婦人教師を対象とした、教育雑誌の先駆者として永久に記録されるべきもの、と評され、同年5月19日、病気のため仙台で行われた、電車事件の控訴審は欠席した。これ以降、自身の病気や、西川ら議会政策派と、高徳ら直接行動派の対立、深尾の指針が西川によって公表され、堺の怒りをうなど、 運動内部の構想などの理由により負荷は、運動から遠ざかっていくこととなる。療養中の1909年春、英字新聞で、ボーイスカウトの創始者、ロバート・ベーデン・パウエル教の著書、スカウティング・フォア・ボーイズ、スカウティング・フォー・ボーイズの存在を知り、同償入手。おじである、少年時法主観査税カチと共にボーイスカウト運動の研究を開始する。1909年、 研究の成果を少年時報史上に発表し少年軍団の設立を呼びかける。翌1910年に静岡不評連隊長であった白川義則大佐の協力を得て結成に取り掛かったが白川の転任のため頓挫した。1910年に上京、肘方急元を代表とする法恩会運動の組織である指導会の初期の職を得、その6をはみながら ボーイスカウト運動創設のためのロビー活動を始める。1912年に学習院では同じくボーイスカウト運動の重要性を認識していた野木マレスケと初面談して、以降、深尾は再三の木を尋ねた。その他、田中義和など軍部、田所見春など、教育関係者に少年軍団設立への協力応援と働きかけた。1913年、 東京市芝区では少年軍団設立に向けた小学校校長会議が開かれるなどしたが、深尾の前歴に疑問を持つ関係者があり、結成には至らなかった。1914年から1916年にかけては、静岡新報の記者となる。その際、静岡県に学務課長として赴任していた、二原義則、後に少年団日本連盟理事長と地遇を得た。 二たらは深尾を、静岡の名簿家で大義士の尾崎元次郎と引き合わせた。1913年6月、尾崎を団長、深尾と高杉慶次郎を理事として、静岡少年軍団を創設した。浅間神社でも要された入団式には111名の隊員が集まった。高杉は元社会主義者である深尾を排除することを求めたが、尾崎が深尾を擁護している。 1915年、スカウティング・フォア・ボーイズの翻訳をもとに、独自の研究成果を盛り込んだ著書、少年軍団共犯を中央法徳会から出版。同年11月には、月刊誌、義勇団を創設し、少年軍団の宣伝を行った。1916年、沖津、旧静岡県清水市に転居。静岡少年軍団は、解散を余儀なくされた。 1918年には万長報記者として再び、静岡に戻り、尾崎、岡本礼一らと共に、静岡少年団を結成している。1922年4月13日、静岡市で少年団日本連盟第一回大会が催され、少年団日本連盟が結成された。1923年、日本連盟常任理事就任。1925年には、 台湾総督府に招兵されたケウチ二郎と共に台湾でのスカウティングの基礎を立てた。1933年に清水電力を起業するも翌年これを解散し、紙糸生態物製造業を始める。昭和年間に入ると法運に振幅し、法運会活動に精を出し、戦後には法運会静岡文会長となった。1953年6月20日、 ボーイスカウト日本連盟年次総会において、スカウティングへの貢献を称えて、選抜の称号が授与される。1957年、ボーイスカウト日本連盟の有効賞である高賞が授与される。1963年11月8日、老衰の試死去。去年83歳。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。